宝来寺鉄道は、現在の東海旅客鉄道飯田線の前身となる、鉄道路線を運営していた、鉄道会社、長篠駅から三河川河合駅までの区間を運営していた、戦時強行で、豊川鉄道と共に、名古屋鉄道の参加企業となった、線路施設は1943年8月1日に、日本国有鉄道の前身である、鉄道省に戦時買収され、 会社は翌年名古屋鉄道に合併された、宝来寺鉄道の路線は、豊川鉄道が1899年12月に、大会より、北下良郡、河合村に至る約11マイルの路線布設を申請し、1900年6月に仮面状がカフされたものの1904年4月に、返納し実現できなかった路線を、再び計画し、別会社としたものである。 当時の豊川鉄道の実質指導者は、倉田東四郎で大株主の東京会場の末園、道なりに壊れて支配人に就任し、多額の負債を抱えていた豊川鉄道を立て直していた。そこで、さらなる拡大策を取るべくこの路線延長計画に着手した。1920年5月17日豊川鉄道の株主合計35人が発起人となって、 豊川鉄道の終点流しのから、三輪村大和河合に至る路線の免許を申請した。1921年5月9日に免許が交付され、同年9月1日に放来寺鉄道株式会社が豊川鉄道本社内に設立された。資本金130万円のうち30万円を豊川鉄道が負担し、社長は元王の町長で、 大野銀行頭取、豊川鉄道監査役の大橋翔太郎、常務は倉田が就任した。他の経営陣は沿線の三輪王子主などであったが、上勤は一人もなく、豊川鉄道が事務を代行しており、宝来寺鉄道は倉田主導のもとにあった。1923年2月に宝来寺鉄道は開通し、吉田三河川合間の直通運転を開始した。沿線には、 蓬来寺山や蓬来橋の観光地があり、湯野谷駅に温泉宿泊施設を併設し温泉の無料開放や電車の往復割引など集客に力を入れた。1924年10月26日豊川、蓬来寺両鉄道は電化工事に着手し、1925年7月、全線電化し大幅に旅客数を増加させた。1、2開業時にドイツのオーレンシュタイン運と、 コッペル社から25トン級車軸配置0から6から0のタンク機関車2両が輸入され、1、2となっている。1は1937年に岩木セメントに譲渡され、同社の1となった後、C251 に改版された。2は電化に伴って豊川鉄道に乗とされ、同社の5となった後、1929年に神中鉄道に乗とされ、同社の10となった。 両機は、出力 180HP と、日本に入ったコッペル機の中では、大型の部類に属する。鉄道統計では、蒸気機関車は、開業時より、昭和12年度まで終始1両であるが、金田によると開業時は2両であったとする。歴50、豊川鉄道、宝来寺、鉄道、田口鉄道の電車も参照も波中継1925年7月。 日本車両製造製の15メートル級木造電車で、豊川鉄道も、波重型は、同系車である。製造時はモハ1系であったが、1937年6月に、模波重型に改められた。国有化後は、田口鉄道の模波36、37と交換される、形で、同鉄道線内の列車に使用された。1951年4月に廃車され、大井川鉄道に、 上渡されても、派201となり、1968年まで使用された、も派20系1927年1月、川崎造船所製の17メートル級半構成車で、豊川鉄道も、派20型は同系車である。製造時はも派2系であったが、1937年6月にも派20型に改められた。1952年に、宇部船に転属。 1953年2月に福縁線に転属した。同年6月には国鉄車両形式称号規定の改正により、同系車の旧豊川鉄道の模波21、22が1600型になったのに対しても1 7 0 0型となった。これは1949年に危機器を国鉄の標準仕様に換装し、1 0 0ット電動機を装備していたため別形式となったものである。 その後、豊川分工場の入れ替え車として、豊橋機関区に戻ったが、1965年に廃車となり、伊豆箱根鉄道に譲渡されて、同社のモハ35となった、国有化直前現在の駅一覧。駅名は国有化時に廃止となった駅。長篠駅鳥駅,鳥駅長篠小城市駅宝来、寺口駅三河尾野駅、湯谷停留場三河牧原駅。 柿平停留ラテ河川ージ駅中川は別会社の携帯を取ったのは建設費が高くなり豊川鉄道として工事を行うと支出が著しく増大し損益計算上で不利との判断が働いたからであろうとしている ABCDEF 地方鉄道及び軌道一覧昭和18年4月1日現在中川光一飯田線形成へのと 鉄道ピクトリアルナン、no. バー416,983年5月号、13ページ、豊川鉄道専務取締役総田藤史郎名義5900株、個人名義100株、1株50円昭和5年に社長に就任鉄道免許上過負、官報1921年5月10日地方鉄道運輸開始、官報1923年2月3日。 鉄道省国時代204号、官報1943年7月26日、カ田ネダ・シゲル・ O&K の機関車1987年、エリエ出版部官、ISBN48 億7112万6161、沖田優作、三定版機関車、表1996年、総合会館、電気事業要欄。 第19回賞は3年3月、ありがとうございます。